政府は今年度の GDP 国内総生産の成長率について年初に出した見通しの実質 4.0% から 3.7% に引き下げる試算を示しました。昨年度の実績が予測より高かったため成長率としては下がった形です。一方、ワクチン接種が進むことでサービス消費が回復に向かい年内に新型コロナ流行前の GDP 水準に戻ると予測しています。